ラレンシャンシリーズは、同名の作家ラレンシャンチョの児童向けのファンタジー小説、全12巻。キッカイなサーカスシルクドフリークを見に行った少年、ラレンシャンは、毒蜘蛛マダムオクタに噛まれた友人、スティーブの命を助けるため、正体不明のバンパイア、ラーテン・クレプスリーと恐ろしい取引をすることになる。そして、ラレンの運命の歯車は大きく狂っていく。 他のヴァンパイアから血を注ぎ込まれた人間はヴァンパイアになる。作中では手の指先につけた小さな傷を押し付けて血を流し込む方法が用いられる。この傷は時間が経っても消えずヴァンパイアの証の一つともなっている。ヴァンパイア元帥ヴァンパイア将軍その他のヴァンパイアシャンやヴァンピライツ・ダレンの故郷クレープスリーの故郷マーラーズ交流の世界作品世界においては 特定人が生まれてこないように過去を変えても他の人物が同じ役割を果たすと言われている。ミスター・タイニーを超える存在がいて歴史を変えないようにしているからである。本作において主人公が作者と同じ生命である理由もこれに関連したものである。ダレンが過去に戻ったのは少年時代のダレンがバンパイアになることを防ぎ、ひいてはダレンとスティーブが傷ある者の,の戦において 対立の旗頭にされることを防ぐためであるが、これだけでは戦術の通り、他の誰かが二人の役割を果たすために人生を狂わされてしまう。そこで作家となったダレンが、ミスタートールを介して託された自身の日記をもとに物語を書くことで、文学嫌いのタイニーの盲点をつく形でその、目論みを世間に公表し、戦いの当事者であるバンパイアや、バンパニーズに注意を促そうとしたのである。 2000年にワーナーブラザースが映画化権を取得したが、2004年に放棄された。その後、2005年1月14日にユニバーサル、スタジオが映画化権を購入し、2008年2月より撮影を開始。2009年10月23日よりアメリカなど世界、数カ国で公開された。日本での公開は2010年3月19日。ストーリーは中盤まで。 第一巻に沿ったものだが、ダレンとスティーブの当初の年齢が16歳、バンパニーズの皮膚が変色していない、原作にいないキャラクターが登場するなど、原作との相違点やオリジナル要素がかなり多い。この映画は物語の第一章目だが、興行成績も全く振るわず、原作ファンの評判も悪いため、次回作の制作は白紙状態である。日本語吹き替え版では、 イメージソングとして、コ田組の Can We Go Back が使用されている。荒井孝博作画で、小学館、週刊少年サンデー2006年36.37、合併号から2009年10号まで連載された。単行本は全12巻。単行本の巻末には、荒井孝博による制作秘話が載せられている。なお、外伝のみコミカライズされていない。 原作にある残酷な描写、過激なセリフなどは修正あるいは表現を和らげている。2009年夏には英訳され、アメリカやイギリスなどでも発売されている。ありがとうございます。